いやー、乱世乱世、どうもミスター武将です。どうも阿部達です。よろしくお願いします。この武士ラジオでは歴史 YouTuber まだ2回目なんですが、歴史 YouTuber ミスター武将が、はい、歴史初心者阿部達にいろいろと教えていきます。はい、いやちょっと笑っちゃってるじゃないですか。いや歴史 YouTuber っていうか、もうラーメン YouTuber みたいになっちゃったなあれ。あれなんか1個前、うん、ラーメンか月のポスター撮影の仕事入れてましたっけ。入れてないです入れてない。まああったらぜひ受けますけどね。ラーメン大好きなんで。ラーメン好きだからね、はい、なぜやっぱ暑さ対策ですか。いや暑くてさ、で髪もちょっと白は切りにいけてないから、うん、はいはいはい、もう鬱陶しいから、今もうこの手拭いでね、うん、これ北条のこれ家紋ですよ。あ、これ北条。北条、あ、そうなんだ。北条のね手拭いで巻いたけど、あ、いいじゃないですか。完全にラーメンかけずになっちゃったみんなやっぱ武士道でやってるだけあって、うん、なんかねいじるほど変ではないの。あ、本当ですか。もっと笑いたかったんだけどまあ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 、まあ、ちゃんと見えちゃいました。はい、ありがとうございます。で今回は何ですか。今回はですよ、うん、武士ラジオきっての大人気企画、キャスト予想の結果発表。おしょ、出ましたよ。いやーこれね、うん、人気企画ですからね。そうなんですよ、うん、今回ですね、はいはい、予想する対象の武将となったのは、はい、上杉景勝、うん、徳川秀忠、うん、豊臣秀頼、うん、阿茶の局、はい、この4名の予想をしていただいたんですけども、はい、皆さん投票ありがとうございまし た,、はい、ました。今回もですねすごかったですよ、コメント数が。なんともう皆さんに、投票していただいて、はい、そちらしっかり集計しましたので、はいはい、その結果を発表していきたいと思います。い、まずですね、うん、じゃあ上杉景勝から我々の予想も言ってるよね、はい、言ってきます、はい、まず、うん、ミスター武士道の、ね、予想は、はい、市原隼人さん。俺は俺だこれやんなきゃダメじゃないですか。俺も俺は分かってますから、俺は俺だって言われても。あ、はい、で阿部の信の予想は GACKT さん。 GACKT です今どこに要素ありました、GACKT さんの。 GACKT ですこんな感じじゃなかったっけ、ガクトさん。いや、ガクトですみたいなのないっす。そんな自己紹介見てるとこ見たことないっす。あれ、なかったっけ。ないです。はい、すいません。で、予想だったんですけれども、はい、今回ですね、うん、正解出てません。ああ、そうだよね。そう。上杉景勝まだでいない、発表されてないでしょ。発表されてないのよ。だから、登場しない可能性もあるね、うん。ということですよね。いや、登場しないことあんのかな名前だけかわいそうすぎるけどね。だって、家康が関ヶ原の戦いの時に、うん、そう、上杉景勝を倒すっつって、はい、兵を出して、はい、その隙を狙って三成が挙兵したわけだから、はいはいはい、キーマンなんだけどね、すごい。めちゃくちゃキーマンってことですよね。でも登場しない可能性もまああるのか。でもさ、まだもっと後半ってことでしょ、出てくる。まあ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 、関ヶ原だからね。そうだよね。でもさ、豊臣秀頼がね、うん、出ちゃったからね、はい、って考えるとちょっと不安になってきました。なるほど。うん、そして、ね、じゃあもう出ない可能性もあるし、うん、今のところ正解発表されてないというところで、はいはい、では、皆さん投票の中で一番多かった予想を発表したいと思います。はいはい、一番多かった俳優さんは、はい、名前のみということです。名前のみ。これはおそらく、名前のみ出て登場しないんじゃないかっていう予想が一番多かったんですよ。じゃあある意味当たりの可能性あるね。そうなんです。だから武士ラジオから唯一正解の可能性が、うわマジか、あるかもしれないという。ああ、そうか。だから出ない予想あるんですね。あるんだね。残念だね。うん。でも今の武士の見立て的にも出ないあるかもしれないってことでしょ。まあそうね。名前だけ出てきて、うん、じゃあ貝数倒しに行くぞっつって行って、うん、でもう折り返してくるってわけだからね、うん。直接対決することはないので。得意のナレーターで。そう、得意のね。もう神の君がなんちゃらこんちゃらで終わるかもしんないよこれ皆さん当たったらすごいっすよ。いやでも当たりそうな気もしてきたね、ここまで来るとね、うん、まだ発表されてないからね、うん、はい、わかんないけどね。ということで意外な結果になりました。いや意外でした、うんうん、さあ続いてですね、はい、徳川秀忠。秀忠。まあ、家康ジュニアですわな。そうですね。うん、もう今回、こう、二代目みたいなのがね、キーポイントになってましたけど、はい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 、武士道さんは誰に予想しましたか。僕は伊藤健太郎さんに、はい、まあ、復活のね、はい、チャンスということで、はいはい、頑張ってほしいところで入れましたけど、はい。伊藤健太郎さんですね。はい、で、僕はちょっとね、三枚目的なところもあってほしいということで、うん、浜田岳さんに、うん、なるんじゃないかというところで予想しました。はい、で、こういう方はもう、正解出てます、はい。正解はですね、森崎ウィンさんと。森崎ウィンさん知りませんか。あー、わかんない。ウエンツエイジさん的なこと。ウィンの流れだけで予想するのやめてもらっていいですか。ウエンエイジみたいな。ウエンツエイジ2みたいなことじゃないです。じゃないです。森崎ウィンさん、はい、仮面ライダー W ですよ。また須田まさきってこと。そうそう、ヒューガー渡るさん。あ、ヒューガー渡るさん。ヒューガー渡るさん、仮面ライダー違ったっけ。でも仮面ライダーの俳優さんだったでしょ。そう W ってあれか、須田くんか。そうのやつに出てたの森崎ウィンさん。ああ、仮面ライダー全然わかんないけど。だからやっぱね、仮面ライダーとか、やっぱイケメン系はね、必ず出てくるんでしょうね。だめちゃくちゃかっこいいですよ、森崎ウィンさん。私も見ましたけど。今、ね、松潤の子だからね、うんうん、そう、ビジュアル的なことで、うん、まあ、僕は浜田岳さんはないだろうって言ったけど、はいはいはい、そこはじゃあ当たってたってことだな。そうですね。うん、だめちゃくちゃイケメンなんですけど、うん、どうですか、秀忠の、秀忠像と、こういう、なんか、仮面ライダーやられてた森崎ウィンさんってどうですか、うん、イメージ的に。いやだ
やっぱりね、だから家康がまずさ、タヌキだったわけじゃん。そうだね。だ家康の子供っていう風に考えたら、秀忠も結構僕はなんか、それこそね、浜田岳さんみたいなイメージではあったんだけど、うん、まあでもやっぱ松潤が家康やった以上は、どうしてもイケメンになってくるのかなというところでいいと思いますけどね。なるほど。まあ、イケメンの秀忠もあるじゃないですか。おー。あのメインチャンネルでもちょっと解説しましたけど、はいはいはい、あの秀忠ってやっぱすごい人だからさ、うん、ぜひね、これは、あの、演じ切ってほしいですね。なるほど。家康の子供ハードル高いですよ。いやー、そっか。ハードル高い。ハードル高いと思う。でも森崎ウィンさんって有名だから、有名だし、もちろんね、実力派ですから、すごい面白く演じてくれるんじゃないでしょうか。でもそのなんかね、遅刻するみたいなさ、マイナスポイントどうするのかって感じだね。そうだね。そこのなんか失敗みたいなね、そう。面白いポイントもあるからな。まあでも散々もうなんかもう松潤の家康がね、もうなんか失敗続きみたいな感じのキャラだから、まあ別に誰がやってももういけそうな感じするけどな。なるほどね。なんで今回正解は森崎ウィンさんでした。そして皆さんの予想はどうだったのかというところなんですけれども、一番多かったのは、目黒蓮さんです。目黒蓮さん。もう飛ぶ鳥勢いの、飛ぶ鳥を落とす勢いの。ね、飛ぶ鳥を落とす勢い。目黒蓮さんですよ、ここに入ったのは。目黒蓮か。え？目黒蓮だったか。いや、初めて聞いた、そんな、ハガレンみたいな呼び方してる人。え？してないみんな。してないよ。俺だけか。目黒蓮くんですよ、やっぱかっこいいよね、背高いしね。まあね。だからやっぱ、その松潤のやっぱ子供だから、かっこいい人っていう、ところでやっぱ予想したんだね、そうだよね。で、まあ実際配役もそうだったと。そう。あと、スノーマンだっけ？あの、おそ松さんのさ、曲やってるから、かっこいい中でもちょっと3枚目の空気があるから、なるほどね。ちょっとそういう失敗もいけんじゃないのって皆さん予想したのかもしれないですよね。あ、面白いですね。だ目黒蓮さんね、出てきたら確かにおかしくないんですけれども、はい、今回は森崎ウィンさんでした、はい、ということですね。はい、さあ、続きまして、豊臣秀頼。はい、秀頼ね。秀頼ですよ。うん、ここ結構、あの、意見が分かれたというか、見方が分かれたところなんですけど、ミスター武士道は誰と予想しましたか？ブックオフの子です。ちゃんと名前言って、ブックオフの子とか。寺田心くんですね。寺田心くんね、はい。店長のね。ちょうどね、心くんがね、話題になってたんだよね。あ、そう。この発表の前日ぐらいに。はい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 。心くんめっちゃ成長してるみたいな。はいはいはい。だから俺マジであんじゃねえかなってちょっと一瞬期待したんだけど。はいはい。ということになりましたね。はい、で、私はですね、城田優さん、はい、もう背がでかいっていうところを。そうイメージは全く、まあ、でかいところだけだよね。そう、そこ一本勝負で戦ったんですけれども、うん、どうだったんでしょうか。はい、今回正解は、佐久間龍斗さん。佐久間龍斗さん。佐久間龍斗さんもね、ごめんなさい。全然知らなかったんですよ。うん、でもこれあの、ハイハイジェッツっていうあの、ジャニーズのグループの。パスタ巻いてるっていう。パスタ巻いてるっていうやつですか？あ、それはハイハイさんでしたね。すいません、気づかなかった。知らないがゆえにすぐボケだって思わなかった。ごめんなさい、ちょっとこのハイハイジェッツという文字を見た瞬間に思いついたんですけど、ちょっとあれのシーンと。そうね、伝わらなかったです。すいません。はい。まあ、それは冗談さておき。はい。え、ジャニーズ？ジャニーズです。あ、すごいね。めちゃくちゃイケメンでした。だから、背高いというか、あと子供、武士道からしたらちょっと子供っぽいイメージで、寺田心君とかだったじゃないですか。まだ若いからね。そう。だったんですけど、まあ割としっかりめのね、そうなんだ方になったということですね。すごいな、ジャニーズから来たか。うん。だから結構やっぱ、毎回タイガってこんなイケメン揃ってたん？いやー、どうだろうね。だから、でもね、まあ作品によるって感じなのかな。でも結構やっぱ、そのジャニーズが主演になると、ジャニーズの俳優さんが増えるっていうのはあるかもしれないね、もしかしたら。ああ、なるほど、そっかそっか。それあるよね、裏事情的にもあるだろうしね。だ今回は結構イケメンの、シュッとした方が多いですね。なるほどね。まあ女性ファンとかはね、嬉しいんじゃないですか。まあまあそうだよね。だってね、なんか、ブサイクばっかの見たくないもんな、普通に。本当な、悲しいけど、そうなんだよな。見るのはね、見るのはそうなっちゃうんですよ。で、佐久間龍斗さんということで、皆さんの予想はどうだったんでしょうか。一番多かったのは、鈴木福くんです。福くん？福くんです。なんで？ちょっと心くんに引っ張られたんじゃないの？でも、その考え方的にはそう、武士道的な考え方だったってことじゃない？なるほどね。やっぱ天才子役が成長した姿で出てきたみたいなのが、そうそうそう。いいんじゃないかってことね。そう。まあ、福くんがやっても面白そうだけどな。うん。だからベース子供でっていう方が多かったってことね。まあ、福くんもそう考えると、まあ、寺田心くんとかもそうだけどさ、やっぱその子供でっていうさ、イメージをずっと背負ってくんだね、彼らは。ほんとそうだね。それこそその推しの子でさ、で、いるでしょ、その子や、元天才子役の子が、いろいろね、悩んでるみたいな。でも、それを字で彼らは言ってるわけだもんなっていう。確かに。なんかいろいろ考えちゃう。ごめんねって思う。なんか安直に。
安直に子役の時すごかったから、あの豊臣秀頼でみたいなこと言ってごめんね。本当だよ、こういうので傷ついてんだよ、あの推しの子の子は。あ、そうね、あの子はね。そう。まあでも悪くない、でも実力はね、間違いないということですから。だってフー君なんて最近仮面ライダーになってたからね。そうだよね。そう。うん、本当そうです、うんで。子役から別に消えてないからね、ずっと残ってるからすごいです。すごいですよね。うん、ということで、まあ、残念ながら我々含め視聴者さん、皆さんも、はい、正解は出せなかったということになりました。はい、うん、そして、アチャのつぼねさんですよ。ね。これある種一番難しかったんじゃないですか。いや難しいと思う、うん、で、ミスター武士道は、誰と予想しましたか。僕は古川琴音さんが、はい、まあ、要は望月千代が、はい、あちゃのつぼねになるみたいな、はい、オリジナルストーリーを予想してました。なるほど、はい、本的にこういう風に面白くしてくるんじゃないかというところですね。で、私はもうあの松潤とのつながりで、はい、井上真央さん、はい、井上真央さん、ね、という風に予想しました、はい、で、こちらも正解出ております、はい、正解は松本若菜さんでした。全く予想してなかった。松本若菜さん、これ当てられたらオッズ何倍だったのって話ですよ ね。っていうかめちゃめちゃ美人だよね。めちゃくちゃ美人よ。うん、いやずるいわずるい、ずるいってどういうことですか。だって広瀬アリスの次でしょ、はい、その前有村架純でしょ、はい、ずるいわいいじゃないですか。若菜行くわけでしょ次。そう、もう若菜って呼び出すの早いね、うん、いやいやずるいよ。アリス行ってさ、うん、ね、架純行ってさ若菜行ってさ、もう、もうこれが天下取る人の女性遍歴ってことですよ。乾く暇ないってやつですか本当よ、本当よ。今で言ったらもう、うん、ナイトプールで合流してますみたいなことですよ。いや、すごいよな、うん、外しちゃいましたね、また外しちゃいました、はい、そしてですね、これ面白かったんですよ、うん、はい、一番多かった予想、うんうん、発表します、うん、古川琴音さん、やったー正解出た。ちょっと初めて当たった。ちょっと、やったってリアクション正解なの？え？何やったって。え、違うの？皆さんと今一緒だったっていうことですよね。そういうことか。やった当たったってことじゃないのか。いや、そう、皆さんの予想当てましょうだったら正解なんですけど。そうね。そういうことじゃないかな。でも結構ね、あの、武士道の予想に乗っかろうかなっていう意見があったりとか、でも本当に古川琴音さんが確かに本的に、台本的になったら面白いよね。まあそうだね。意見もあったりとか、うん、だからなくもなかったんですねっていう。まあそうだよね。うん、だからなんか、あのさ、退場の仕方、はい、思わせぶりな感じでさ、うん、あの、なんか、活用量磨きって消えてくみたいなさ、はいはい、あれ、あのまま消えなさそうじゃん。そうだね。また何か再登場してくれるのかなって思わせぶりな退場の仕方だったから、うん、まあちょっと残念ではあるよね。もう、そうだね、もう地を見れねえのかと思って。確かにね、うん、もう出てくる人はどこなんだろうなっちゃうもんね。そう。で、またこう予想として面白かったのが、うん、前回の女性、第1回の時が女性がチャチャの予想で、うん、はいはいはい、あの北川景子さんが圧倒的に多くて、ね、うんうん、再登場じゃないかと思ってたんですけど、うん、また今回再登場の予想がなんか女性に集まりがちっていう。そうね、古川琴音さん、しかも圧倒的だったんですよ。そうね、圧倒的だねそう、数的にも。でもなんか再登場したら女性の方が面白いというか、 あとやっぱ見たいっていう気持ちが強いんでしょうね、うんうんうん、なるほど。いやでも面白いですね。面白いです、はい、という今回はね、そういう結果になったんですが、はい、今回も、今発表したのは皆さんの一番多かった予想だけなので、うん、はい、他にもあの複数、うん、はい、あの予想があった人も、うん、挙げてますので、はい、ここはまとめて発表していきたいと思います、うん、上杉景勝に対して複数あった予想、うん、柳楽優弥さん、うん、遠藤憲一さん、北村一輝さんという。え、柳楽さんって、うん、柳楽さん、柳楽さん、な、何で有名かな、あの今で言ったらあの転職の CM に YouTube の時よく出てきません？ああ、彼か。そう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 、あ、うん、ダメだ、柳楽さんが出てきちゃって今なぎらさんの顔しか思い浮かばないよ。あの、シルクハットのなぎらさんじゃないです。ギラギラギラなぎらのなぎらじゃない。違います、ヤギラユウヤさん、イケメンの。しかもそのギラギラなぎらは神奈月さんだけど。ああ、もうわかんないわ。いや、もうネタが。全然今日突っ込めない。すいません。いいよ、もう。いや、でもね、ヤギラユウヤさん、ユウヤさんは、でわあの、若手までいかないけど、まあ、若いイケメンの、うんうん、そうね、感じだけど、でも、はいはい、遠藤憲一さんと北村一輝さんが出てくるって、やっぱ上杉景勝のキャラって、こういうことだったのかなっていうのがイメージしやすい、うん。っていうか、二人とも演じてるからね、もう大河で。あ、そう、うん、これ多分、真田丸で、遠見さんでしょ、うん、で、北村さんが天地人だから、うん、はいはい、だからかぶせというか、あ、うん、そういうことだと、もう一回出てほしいみたいなってことだと思うね。うん、あ、本当、うん、あ、でも今ね、さらっと実は良かったのが、うん、あのね、予想のコメントで、遠見さんってなってたの。うん、俺、遠見さんって多分遠藤憲一さんだよなと思って勝手に入れちゃったんですけど、うん、遠見さんって呼んでんの、うん、あ、よかったよかった。タイガーファンは多分遠見さんって呼んでわかんないけど。なるほど、一応。遠見さん、俺、生で見たことあるんだよね、一回。あの、
スタジオのさ、うん、あの前のスタジオの近くのコンビニにいてさ、うん、めっちゃでかくて、うん、で、クマすごくて、うん、俺が言うのもなんだけど、やっぱ俺以上にすごいじゃん、あの人。うん、すごい。怖かった。錬金さんって怖いんだね。雰囲気。なんかもう本当あの、なんだっけ、白い巨塔のさ、うん、なんか嫌な感じの、ねうんうん、役もやってたじゃん。うん、んあのイメージだまんま、なんかこれいいのか分かんないけど、すごいね。でも別にあの声とかかけなかったけど、迷惑かなと思ったから、うん、すげえもうオーラめっちゃ出しててさ、はいはいはい、でかーと思った。でも確かにな。あの、目黒蓮さんとかいうよりかも街中で見たら間違いなく分かるのは遠藤健一さんだよね。そう、一発で分かる。一撃で分かる。そう、だからそういった意味ではね、なんか影月やったら面白いっていうか、うん、まあ実際やってたしさ、はいはいはい、うん、いい感じするけどね。なるほど。まあでもね、うんうん、今回出ない可能性が高いっていうのが一番の予想だもんね。そうだね。うん、一番多かったのは出ないだもん、出ないだもんね。じゃあ結構予想としては面白かったんだ、うん。で、続きまして、徳川秀忠に複数票入った俳優さんは、うん、永瀬廉さん、うん、本郷奏太さん、うん、山田涼介さん、うん、櫻井翔さん、はい、もうイケメン揃いっす。そうだね。ジャニーズが多いっす。まあそうだね。はい。うん、で、永瀬廉くんもね、うん、あのジャニーズ、キンプリのね、あ、キンプリの。もうめちゃくちゃイケメンの子だからね。櫻井翔はネタでしょ、もう。なんで松潤の子供がさ、櫻井くんだこれもね、多分ネタです、ね。ネタだね。これはネタです、ね。でもまあ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 、そうね。うん、まあ、本郷奏太さんはね、もう来年出るって決まってるけど。はいはい。うん、でもやっぱイケメンの、こんなまあまあ、ね、失敗がみたいなイメージには皆さん引っ張られないんだね。意外とね。失敗エピソードにも。うん、ヒエタのちょっとこう、冷血な部分とかも結構あるから、あの人は。はいはいはい、はい。そういった面もあるかもしれないね。ちょっとクールなイメージ。なるほど、そっか、クールか。うん、だからクールで言ったら山田涼介さんとかも近い、ね。そう、だから失敗しちゃってて、みたいな感じじゃなく、うん、はいはい、失敗しちゃって畜生みたいなことを考えると、はいはいはい、まあ、うん、結構クール系でもいいのかなっていう。ああ、なるほど。うん、じゃあ、桜井翔さん以外はそんなに外れた予想ではない。まあ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 、桜井くんも別にクールなきゃやるでしょ。やれるか。謎解きはディナーの後でとかさ、うん、やってたじゃん。まあやってたね。探偵みたいなこと。うん、なんで お茶だけキャラみたいになっちゃってんのニュースもやってんのにね。まあね、そうだよ、そうだよ、うん。真面目な感じでしょ。なるほど。じゃあ今回別に結構近い予想だったんじゃないかということですね。はい。そして豊臣秀頼。はい、秀頼。豊臣秀頼に複数入った俳優さんは、うん、中川大志さん、うん、鈴鹿央士さん、うん、寺田心さん、目黒蓮さん、はい、あと、浜田龍、あ、辰臣さん。はい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 。ですね。ここに寺田心くんちゃんと入ってます。ああ、じゃあまあ僕の予想に賛同してくれた、信者もいるってことね。いるってことですね。信者か、あの、本当にただの予想か分かんないですけど。いいだろ、別に信者でそこは。俺に乗っかったんでしょっていうことかもしれないですね。あとやっぱね、目黒蓮さん入るんだよね。まあそうはね。目黒蓮ね。何かやで、もう言わないで、目黒蓮って二度と。目黒蓮さんも入るんですよ。うん。あと、中川大志さんは、それこそだから、真田丸で、秀頼やってるから。はい、はい、はい。だちょっとやっぱこの、もう一回見たいみたいなのやっぱあるんだね。あるんだね。やっぱ印象が。もう一回やってほしいみたいな、そうね。うん。うん、その中川大志さんはやっぱ評価高かったんですか？めちゃめちゃ高かったよ。高かった。まあ、すげえすげえってなってたよ、当時も。へ、うん、その、やっぱ秀頼がね、それまでその、あの、もう、家康に滅ぼされちゃった、うん、まあ、かわいそうな人みたいなさ、はいはいはい、ところが、うん、その結構しっかりしてね。だからその、ね、淀殿がもう全部実権握っちゃって、うん、秀頼何もできなかったみたいな昔言われてたわけよ。はいはいはい、だからもう、操り人形みたいな、うん。っていうところをちょっと覆して、はいはい、いや、ちゃんとしてるぞみたいな、はいはい。ちゃんとした豊臣のプリンスなんだぞっていうのをこう演じてくれたんで。へ、うん、あ、なるほど、ね。じゃあ評価めちゃくちゃ大事。そうそう。で、またやってほしいっていう声があるのも分かる気がしますね。なるほどね。うん、だから結構、だ秀頼どうなんですか、この流れ的には。でもイケメンではあるよね、みんなイケメンで。まあそうだね、イケメンで若くてみたいなところはね、はいはいはい、うん、なるほどね。じゃあ皆さんの予想も遠からずというところだったのかな、はい。続きまして女性枠、はい、あちゃのつぼねさん、うん、こちら複数入った女優さんですね、はい、発表していきます、うん、長澤まさみさん、広瀬すずさん、うん、有村架純さんと、蘇らせんなよ。どういうこと？女性はね、もう誰かしらに再演してほしいのよ。再演してほしい。そう。あ、だからなんか、あれか。うん、だから家康がその一番愛者側室だから、うん、あの、有村さんがあちゃのつぼに出てきて、うん、そっくりだみたいな。別人なんだけど、うり、ん、二つじゃっつって惚れちゃうみたいな。そうそうそう。ああ、そういうストーリーもまあまあ考えられるかもしれない。まあ、面白いよね。うん、めちゃくちゃ面白いんだけどさ、もしそういうのだったらさ、それでさ、やっぱ2、3話やってくんないとさ。まあそう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 。そう、それでちょっとドラマだからね。うん、そうだよね。もはや。うん、もはやそういうことじゃん。そうそう。だからちょっとやっぱね、うん、重たいかなって思いますよね。はいはいはい、そうなんです。で、鈴はね、うん、広瀬姉妹。まあ姉妹で出ると。うん、いやー、なんかそれ、姉妹をさ、嫁さんにしちゃうとちょっとやばいでしょ、いろいろと。関係ないとはいえ。なんか余計なこと詮索しちゃうか。変なこと考えちゃうけど。うん、いや、でも鈴ちゃんもね、うん、いいよな。なんか最近さ、うん、CM でさ、ビールの、はいはいはい、CM 出てるの。出てますね。見てさ、うん、ドキドキしちゃうよね。ドキドキしちゃいますか。だって、さあ、うん、その、ね、未成年の頃から見てるわけじゃん。はい、なんかこうね、女子高生とかさ、中学生ぐらいのイメージが、うん、あのビールごくごく飲んでんだよ。そうだね。ああ、なんかお父さん、娘持ったお父さんってこういう気持ちなんだろうな。
と思った。父的な気持ちになっちゃった。そう、うん、うわ、いや、成長して娘がビール飲んでんのかみたいな。あが、感慨深いってなったね。広瀬すずちゃん、そんな変わんないでしょ、うん、そんな 10個ぐらいでしょ、年齢変わっても。そうかな、そうかな。だから別に、まあ、全然娘ではないけれども、うん、広瀬すずさんのイメージなのかな、その。そう、だからその青春でみたいな、うん。ずっとなんか10代のイメージがあるから、あんなごくごくビール飲むんか、つって。確かに、ビールのイメージは全然なかったな。そろそろお父さんと飲みに行くか、みたいなさ。あ誘っちゃおうかな、って思っちゃいますよね。ちゃんと、ほんと娘だよね。今、娘としてだよね。当たり前だろ、娘としてだよ。娘としてね。娘としてですよ。ちょっとなんかイエローカード出したい気分になった顔したから。いやいや、俺はアリサ派だから。あの嫁にするならアリス、娘にするならスズ。なんだろう、なんかその姉妹でさ、売れてる人いたらどっちか墓につかなきゃいけないシステム。どっちも応援じゃダメなんですか。俺はアリサ派です。アリサ派です。うん、でも僕はね、スズ派です。スズちゃんの方がなんか、イメージ的にはやっぱいいですよ。なんで？だってなんか可愛らしいじゃん。いや、アリスだって可愛いだろうよ。行く、これで2時間行く。いかに無事だしよ、2時間。スズアリス論争。視聴維持率で偉いことになるだろ。いや、そんだよ、ほんとだよ。意外だって、今意外なのか分かんないけど、うん、これね、長澤まさみさんの票数が、琴音さんに次いでなのよ、うん、多かったんですよ。競ったんですよ、最後まで。競ったんだ。そう。まあ、長澤まさみさんね、うん。うん、なんか、長澤まさみ待望論あるからな。あ、そうなの。うん、みんな長澤まさみ好きじゃん。まあ、好きだね、嫌いな人いないでしょ。特にタイが好きな人たちは、うん、みんなもうまさみまさみ言ってるから。なんなの、そのまさみ、長澤まさみさん、そもそもポテンシャルの人気なのか、うん、女優さんとしての、この、なんか何か期待してるのかって、どうなんですか。何なんだろうね。まあ、真田丸の時にね、うん、まあ、そのヒロイン やってて、はい、で、去年もさ、そのね、あの、鎌倉殿の13人で、はい、あのナレーションね、うん、長澤まさみさんがやってて、はいはいはい、で、ちょい役で一瞬だけ出てくるみたいな、うん、あったわけですよね。うん、でも本当になんか重要なポジションもやってほしいみたいなさ。はいはいはい、去年結局、うん、長澤まさみさんはあくまでその語り部として、はいはいはい、あの終わったから、うん、また役でなんかやってほしいみたいな。なるほど、ね。芝居見せてよっていうのはあるのかもしれない。確かに、そうか、見たいか、うん。ナレーションもよかったけどね。よかったよかった。なんか、なんかなんていうの、こう、おごそかな感じ。そう、おごそかな感じ、うん。でも、ワクワクするね、あのナレーション聞くとね、うん。もう今のやつは全然違うからね。そうだね、今明るいもんね。そう。我らの神の君は、神の君が何とかをしたのでございますちょっと待って。そんなおしゃれ丸みたいな感じじゃないですよ。寺島さんはいい、寺島さんでいいや、あれ。そうそう、あれはあれでいいんだよ、ね。あれ楽しいよ。あれはめちゃめちゃすごいなって思うけどね。うん。うん、ナレーションって難しいんでしょ、だって。ナレーション難しい。うん、俺もその動画の中で、ナレーションやらなきゃいけない時とかあるから、うん、たまに撮るけど、うわ、大変だなって思うもん。へ、う、ぇ、ん、本当に。そう。だちゃんとこう聞きやすいナレーション撮るっていうのはやっぱプロの技だね。プロの技ですよ、うん、あれは、うん。いや、面白いな。長さん、はい、まさみさんも期待が高かったと。なるほどね。あとね、もう番外編でまあ、うん、情報として、はいはいはい、あの、あるのがですね、うん、あの、アチャのつもね以外、要は男性枠、はいはい、なんと全部に入った人が一人だけいまして、うん、全部に？志尊淳さん。ああ。志尊淳さんが全部にこう予想されてたっていうところが面白かったんですよ。そう、全部に入るんだ。うん。カメレオン俳優的なことそう、誰やってもいけちゃうんじゃない、何も演じれるってことが、そう、評価が高いんですよ、ね、面白いね、うん、そういうのもあったりとか、うん、今こっちがあの、複数票入ってないんですけど、うん、まあ、1票だけでも入りましたよみたいなの、うん、票もありますけど、なんか気になるのありますか。寺島忍さんがあっちゃうんですよ、はい、いや、あれ出てきた家康の側室やってたらやばいだろ。神の君とか言って、実は側室でした、毎回語ってたのは。いや、それはそれでおもろいけどね、うん、うん、みちょぱとかふざけてる。まあでもね、今めっちゃ人気あるからね。うん。うん、みちょ人気枠と、うん、あと合ってる枠と、いろいろありますよね。ラウール君いいんじゃん、秀織。あー、ラウール君。そう、ラウール君。めっちゃでかいでしょ、彼。そう、彼も190センチあるのかな。そうだよね。そう、でかさっていうのと、うん、やっぱ旬っていうとね、ラウール君ありだよね、うん。そう、だからやっぱでかい要素はあるんだよね。うん、でかいの方でいくとね。うん。うん、あとやっぱあの、松村邦弘さん。そう、でもデブのところだけで。秋村さんが言っても爆笑だけどな。おめっちゃ面白いよ。あの、染五郎効果なのか、うん、あの、若手歌舞伎役者っていうのが、豊臣秀頼の予想で若手歌舞伎役者って。歌舞伎役者が出てるだろうと。そう、出てる。誰かがないけど歌舞伎役者さん出るっていう予想もありました、ね。はい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 。あと面白いでしょ、目黒蓮くんがいろんなとこ入ってたりとか、うん、徳川秀忠に相葉雅紀くん入ってたりとか、うん、だから桜井くんとか相葉くんとかを子供にしようとどういう感情なのそれ。そこを見たいのかな、その嵐で親子やってるのがなんか愛しいみたいなこと、うんうん、そういうのを見たいんじゃないですか。
あ、中尾さんとかね。そう、中尾清さんね。まあちょっとでもやっぱね、やっぱ、うん、あのやっぱ松潤の子供ってなるとちょっと世代的にあれじゃない？はい、そう。近すぎるかなっていう感じはするけどね。そうっすね。えなりかずき。もう子役系の、もうね、えなりかずきくんも背負ってる人間だもんな。そうだね。天才子役を。うん、もう背負い切ってると言ってもいいかもしれない。背負い切ってるね。うん、いや、おもろいな、この、ね、あの、うん、まとめ見るのもね。まとめ見るの面白いですよね。なんで、だこのね、うん、予想企画。うん。これもう終わりっすか？どうする家康できないっすか？これは。いや、もうさすがに厳しいかもな、うん。もう有名どこほとんど出ちゃったもんね。そうだよね。うん、だから、本当にだからまだ出てない、うん、上杉海活、まあ、出ない可能性あるけど、うん、あともう政宗、ね、はいはい、ぐらいだもんね。そうだよね。政宗どうなってんだよ、政宗、ね。いや、まあでもさ、うん、この武士ラジオからこの企画から正解者出したいって言ってたじゃないですか、うん、で残念ながら今ないんですけど、うん、名前なし出ないが正解の可能性を残しました。まあ、まあそうだね。名前なし正解寂しいけどな一番。ほんと最後上杉海活出ませんでしたやったとか言うのもちょっと寂しいけど。いやいや、そうだよ、質問した俺らがまずミスってるじゃんって話だよ。そこ読めなかったんかいっていう。確かにそうね、うん、いや政宗も楽しみだね。だからもう来年からね、うん、光る君へ以降はさ、はい、もうそもそも知名度がないから、うん、予想が成り立たないじゃん、そもそも。そうだね、うん、だからちょっとねしばらくこの遊びできないの寂しいですけど、はい、まあでもまだね、うん、その、出てない、はい、まあ、独眼流とか上杉海活とかはね、うん、まあ、待ちながら、そうですね、行きたいと思います。楽しみにしていきましょう、はい、どうも皆さん予想ありがとうございました。はい、では行きたいと思います、はい、ミスター武士の目安箱。さあコメントはですね、うん、もう続々と集まっておりますよ、はいはい、今回はですね、うん、どうする家康 の明智はやりすぎてるあの動画にいただいたコメントです、発表していきたいと思います、はい、名前面白いですね、うん、セサミストリートファイター板垣さん、はい、今回も面白かった、うん、はい、ドラマの解釈の話で個人が思う解釈が正解という話が出てきましたが、うん、まさに資源ですね、うん、イギリスの歴史家、うん、エドワード・ハレット・カーは、はい、歴史はそもそも記録した人の主観が入りまくった物語でしかないと言っているので、うん、歴史は括弧事実をベースにしながらも好きに解釈していいんです、うんうん、それが文系学問の面白さでもあると思うと、うん、なるほどね、もう好き好きに捉えていこうよって。いや、そうだね、うん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 、だからそこはね本当にそうですよ、うん、まあ、もちろんね一応その歴史学っていうのがあるから、はいはいはい、その資料をもとに、うん、考えるっていうのは大前提としてね、はいはいはい、まあ、多分近々動画出ると思うんですけど、うん、一次資料とかね二次資料っていうものがあるんだよっていう話があるんで、はいはい、まあ、そこはね、うん、やっぱ尊重はしていきたいけど、はいはい、まあ、でその資料を、資料を根拠にした上でどう解釈するかは人それぞれだからね、そこは楽しんでいきたいですね、うん、そうですよ ね、 ちゃんとね、だから徳川秀吉、うん、豊臣秀吉っていうキャラクター一つにしても、うん、よく描くときもあれば、まあ、そう悪く描くときもある、いろんな解釈があると、うん、なるほど、でも素晴らしい意見ですね、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、岸木野さん、はい、最近武士ラジオを拝見し始めました、うん、早速質問です、はい、真田丸あたりから広く知られるようになった国衆についてです、うん、国衆が大名に従属する場合、うん、人質を送って裏切らない旨誓っていたと思うのですが、さまざま事情により従属先を変える、うん、つまり裏切るときにはその都度人質は処刑されてしまったのでしょうか、うん、大国の国境の国衆かっこ三河奥平氏などは、何度も従属先を変えてきたようですが、うん、その度に人質は殺されてしまったのでしょうか、うん、人質は子供や親妻といった大切な人だからこそ価値があるものと思います。家が生き残るためとはいえ、何かあると殺されてしまうのなら大変な時代だなと思い、うん、質問してさせてもらいましたと。はいはい、お、いい質問ですね。素晴らしい。これも初心者の私もめちゃくちゃ気になります。確かに、まあ、はい、人質出すのはねもう通例としてあるんだけど、はいはい、当たり前として、うん、まあ、奥平に関して言うと、うん、人質を出してるけど殺されてます。あ、殺されてるんだ。容赦なく殺されてるし、うん、その人質を見捨ててでも、うん、まあ、家をね家の存続を選んだっていうものすげえ覚悟を持って裏切る人たちもいる、はいはいはい、当たり前、当然ね殺されたくないから出してるわけで、うん、効果があるわけなんだけど、まあ、中にはやっぱもう、うん、ここぞというところでは切り捨てるっていう判断をする人も中にはいるし、なるほど、まあ、一方で穴山梅雪みたいに人質を強引に救出してから裏切るってパターンもあるのよ、うん、ああそうなんだ、そう、あの手この手を使って人質を奪い返してから裏切るっていうパターンも結構あって、うんうんうん、だから人質を助けてなんとか、はいはいはい、そっから裏切るってやつもいるし、うんうんうん、いろんなパターンがあるよね。人質が脱出してくれたから、うん、脱出したって知らせを聞いてよし裏切るぞって裏切る人もいるし、うん、はいはいはい、だからそこはね結構人質の扱いっていうのは様々、うん、本当にその人によって
さまざま。そうなんだ、うん、今回の家康でも瀬名はね交換みたいになってたけどね。そうだから、うん、逆に人質がすぐ殺されないパターンもあるのよ、はいはいはい、手元に置いとけば、うん、自分たちの、 その誰かが向こうに捕まった時に、うん、人質交換で使うその駒にもなるじゃん、はいはいはい、だからそういう、まあ、アイテム的なね、うん、ことで手元に置いとくみたいな、はいはいはい、だから絶対 100% 殺されるとも限らないけど、うん、もういい加減にしろお前みたいな、はいはい、もう奥平みたいな感じで何回もねコロコロしてるやついたら、うん、もう見せしめで殺しますって言って殺されちゃうパターンもあるし、はいはいはい、だからそのセナみたいに、うん、その手元に置いてかれるパターンもあるので、はいはいはい、まあ立場的には本当にね、うん、怖いけど、うんうん、でもいろんなそういう使い方がされてますね。なるほどね、うん、じゃあなんかいろんなパターンがあるということですね。そうだから本当にその人の命をさ、はい、そんな外交の道具に使ってるわけだから、うん、嫌な時代ですよね。本当にそうなんか人質っていうのが本当に人質っていう意味の時代だもんね。そう怖い話ですよマジで。いや怖いな、すいません、素晴らしい質問ありがとうございました。でもそこはね、うん、ぜひね、だからその人質ってあるけど、うん、まあ、場合によっては見捨てる時もあるし、はいはいはい、場合によってはそういうね交換の駒にすることもあるしっていう、ね、はいはいはい、ところですね。いろいろあったということですね、はい、すいませんありがとうございます、はい、続きまして、うん、Y しずきさん、はい、復習は基本的に大事ですよね、はい、伊賀越え結構面白かったです、うん、あ、面白かったですね、でも今回のひたすら悪人パラメータに振り切ったどうする明智慈悲は、うん、やはり最後まで好きになれなかったな、あ、岡田くんノッブとしんくんの恋路に何水差し飛んじゃい、思わずそう声が出てしまいました、うん、北郷さん自分も全く気づきませんでした。ああ、太郎ね。はい。うん、そしてこれね面白かったです最初、うん。そして全然関係ないことですが、うん、安倍晋三さんの後ろの水槽、水草水槽に、はい、いつも緑苔や茶苔が出てないのがグッド。うん、ああ、そこ？飼育しているお魚は、うん、グッピー、プラティ、ネオンドワーフで。どの魚も元気に泳いでいていいな、うん、水槽の状態をよく管理するのは大変だと思いますが頑張ってくださいと。ありがとうございます。まさかの水槽に応援いただきました、ね、ありがとうございます、まあ、水槽ちょっとね、あの水槽を僕が世話してるんですけど、はい、水槽を世話してるチャンネルもね、あの上げようやろうと思ってますんで、はいはい、よかったら気になる方はあのおいおいそっちもね、すごいハマってますもんね、このアクアリウムっていうんですか、可愛いんだよこいつらが、可愛いね本当にね、うん、うん、でそれ以外の歴史の話もありますね、明智ね、そうそうそう、明智が好きになれなかった、なれなかった、まあでもだからあれは、うん、多分誰なんか好きになれなくていいっていうかさ、うん、そうやって作られた存在だから、ね、まあそうね、応援されるキャラクターじゃないもんね、そうそうそう、ね、だからそう考えると、うん、もうね、あの小沢さんの術中にハマってますねと、はいはい、ということですね、うんうんうん、なるほど、いやだから明智が死んで、ね、この後ねまたいろんなキャラクター出てきてほしいですけどね、はい、うん、はい、今回のコメントは以上です、はい、ありがとうございました、はい、はい、というわけでね、今回もこれもともとはキャスト発表のね、そうそう、キャスト発表、そう、キャスト発表、キャスト発表なんか、いやでもね、うん、出てほしいけどな、上杉書くやつも、そうだね、あとは、うん、あれだね、あの南光坊天海って言ってさ、はいはいはい、名前知ってます、そう、家康を支えた僧侶、謎の僧侶、はい、若い頃の情報が全くなくて、急にあら、家康が江戸に行ってさ、うん、江戸城とか作り始めた頃ぐらいに、うん、急に現れて、でしかもめっちゃ重役になってるっていう謎の人物がいるんだよ、はいはいはい、その経歴が謎すぎてさ、うん、いきなり徴用されてるから、うん、だからその明智光秀の、うん、実はそのなんだろう、世を忍ぶ姿っていうか、はいはいはい、実はあっちが生き延びていて、うん、天下になったんじゃないかっていう説もね、そんな面白いのあるんだ、そういう話とかもあったりするから、うん、結構この南光坊天下誰になるのかっていうのも言われてるけど、うん、まあでも出ない可能性もありそうだね、この感じだと、なるほどね、まあ、サプライズ的にパッと発表があるかもしれないので、うん、まあ、そのあたりもね、ちょっとまあ企画でやるか分かんないけど、はいはい、ちょっとまあ新しい新キャストにも注目しながら、はい、どうするやつ見ていきましょうということで、はい、はい、今回はこの辺りね、はい、終わりたいと思います、ありがとうございます、はい、お相手はミスター武将と阿部の信でした、それではまたお会いしましょう、さらばじゃ。